Oh, oh, he was like reenacting when he like got on his knees and started begging. こんなくだらねえところで安っぽく命張って誰のためでもない自分が自分自身のためになす夢です。生まれてしまったから仕方なくただ生きる、そんな生き方俺には耐えられない。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。それからこれ百人斬りの大将に塗ってやんな。ここな薬、俺がその昔働いていた旅芸人の一座に一匹のエルフがいてね、
俺が事故で大怪我した時にそれをくれたんだ。妖精の粉。妖精？まさか。本当さ。ま、今のご時世信じてるやつも少ないけど、いるよ、本当。信じようと信じまいとどっちでもいいけど。ただ、その粉の効き目は折り紙付きだぜ。俺は戦場でもそれで何度か命を拾ってる。そいつで最後なんだけど。そんな大切なもの。いいって。薬一袋で100人の兵隊が手に入ると思えば随分と安い買い物だぜ。ありがとう、ジロ。なんか急に塩らしくなっちゃって。いいのか、寝てなくて。体がほてって眠りやしねえよ。心の方が涼しくていいよ、お前の。おい、動くな。痛みを引いていく。なんだこれ。ジュドーがくれたんだ、秘伝の傷薬だって。ほら、背中見せろ。お前、気にすることねえんだぜ。あれは俺が勝手にやったことだ。別にお前のために言ってわけじゃねえ。逃げ回るより切り合ってる方が性に合ってんだ。俺は性に合っているというだけで100人近い敵と切り合ったというのか。だがよ、正直言うとあん時はこうも思った。お前がやってることに比べりゃ俺が100人と切り合うなんてどうでもいいことなんだってよ。お前だけじゃねえ、グリフィスもそうさ。生きていることを丸々かけちまうほどのものを持ってる。スイートもそういうのそういうんだ。それに比べりゃ俺が行き当たりばったりで100人と切り合おうが1000人と切り合おうが、そんなことは大したこっちゃねえってさ。そうなんだ、ガッチャ。いい眺めだな。ガストンはよ、俺んとこの副長のことなんだけど、ガストンはこの戦が終わったらウィンダムの下町で服の仕立てを始めるんだと。顔に似合わず器用なんだよな、あいつは。ニコルは結婚を申し込んだ女に嫌だって突っぱねられて、早いとこ100人帳ぐらいには出世してもう一度申し込むんだって息巻いてる。まあ、しかし本人には欠けてるけどな。こうして眺めてるとなんだかあの明かり一つ一つに連中のそんなちっぽけな夢とか思いが宿ってる。そんな風に見えてくるぜ。夢の可愛い子か。うまいこと言うぜ。どこかの大姫さんかと思ったさ。ほっとけ。でもそうだな、そうやって一人一人が小さな火を持ち寄ってここに集まっているのかもしれないな。そしてその吹けば飛ぶような小さな火を絶やさないように、一番大きな炎に自分の火を投げ込むんだ。グリフィスというでっけえ炎にだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はよ、俺はその鏡火でちょいと温まっていこうとふらっと立ち寄っただけなのかもしれねえ。俺はこいつさえあればどんな戦でも生き残る自信がある。実際今までだってそうだった。鷹の段に入る前だってどんなひでえ負け戦でも俺一人は必ず生き残った。今回だって。でもよ、そんなことに大した意味はねえのさ。俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外に何も教えちゃくれなかった。俺にはこいつしかなかったんだ。死にたくねえさ、ただ死にたくねえってだけで
ただこいつを振り回すことしか知らねえってだけで、俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。こうやってぐちゃぐちゃと口ばっかしてやる。なんでこんなことをお前なんかに話しちまったのか。情けねえ。お互い様だ。疲弊したところを中団最強と謳われる奇才聖騎士団で殲滅する。この大胆不敵な戦法の前に我が軍の損失は精鋭白虎騎士団を含め約3割に上ります。これ以上の損失はそんなことは分かっておる。もとよりドルトレは我がミッドランドくらいの妖怪。そういやセストを落とせ。中団は今王位継承をめぐる内乱の危機にある。この地にいつまでも戦力を割く余力はない。このまま長期戦になればおのずと。いやはや悠長だ。ドルドレイは中団最後の共闘法。奴らを駆逐しこの100年戦争を終結させるのは今おいて他ありません。さよう、これは千載一遇の好機ですぞ。いや、しかし苦しいのはチューダーとて同じはず。総力戦への諸行の考えは私は反対です。逃亡兵が後を絶たぬほど兵どもの士気は低下しております。ましてや白虎騎士団まで壊滅したとあっては国内の残存勢力もまだ相当できてはおりません。万が一敵に背後をつかれることがあれば取り返しのつかない事態になりましょうぞ。これ以上遠征が長引けば再度戦費調達の必要に迫られます。度重なる火星に密集の不安が数がの高さの分今回ばかりはお手上げでしょうな。ご命令とあらば。いや、それも致し方ないこと。いかに戦の申し事を謳われようとも。陛下のご命令とあらば。大軍はいりません。鷹の段のみで渡らせていただきます。だからあのドルドレイを鷹の段だけでどうやって。白虎騎士団すらやられたのだぞ。気は確かですか。たかだか5000の騎兵で3万の敵を相手にするのですよ。バカバカしい若造のたわごとだ。この100年歴代の名将が叶わなかったドルドレイ攻略を鷹の段だけで果たせるわけがない。グリフィス卿、まことなのだな。鷹の段にドルドレイ攻略を命ずる。鷹の段は、はい、
約5000を持ってこちらに向かっております。たった5000でこのドルドレを落とすと一体やつらは。オスコーン将軍、白い鷹のグリフィス、やつを殺してはならない。鷹は生かしたままここに連れてくるのだ。よいな。しかし奴が生きている限り、鷹の団、いや、ミッドランドの勢いを止めることは。オスコーン将軍、よいな。最新式の砲鉄がおよそ20の、あとは矢と油と石の雨ってとこかな。とりあえず正面から攻める以外ないな。しかもあの司祭性騎士団もいるんだよね。勝てますよね、俺たち。勝つ？え？なーに、チードバカシロがでかいだけだって。いつもの通り、グリフィスの言うようにやりゃ勝てる。敵が向かってきます。この隊が軽騎兵の機動力を生かし